2020明治安田生命 J2 リーグ第18節レノファ山口 FC 対松本山雅 FC の試合をお送りします。両チームとも開幕戦は勝利したんですが、中断明けなかなかうまくいっていないという両チームです。特に今日松本はね、ここで勝って連勝したいでしょうし、山口としては悪い流れを断ってっていうところでしょうね。それではスターティングメンバーです。ホームの山口から見ていきます。ゴールキーパー吉光、真鍋、ヘニキ、ヘナン、田中陸、コウ、佐藤、田中パウロ純一、浮田、池上、イウリと入っています。一方アウェーの松本です。ゴールキーパーは村山、前、大野、乾、高木俊也、久保田、藤田、塚川、アウグスト、坂野、ジャエル。イウリには今大野がしっかりとマークついていました。さあ前を向いて高尾貴博狙っていきました。さあどこを狙っていくか、ニアに坂野、もう一回ですかね。もう一度コーナーキックですね、はい、ゴールに近いところには大野の姿も見えます。今度はジャイルだ、こぼれて大野行くか、シュートまでは持っていけませんでした、ちょっと難しいシーンになりましたけどね。大野選手準備してましたよね、こぼれてきそうなっていうような ねイメージありましたけどね。正確なキックが持ち味の久保田和音、少しジャイル選手が過激してますよね、オフサイドラインのところでわざと出て。そうですね、ゴール前ヘディング決まりました。松本先制、2試合連続の先制ゴールは塚川幸喜、チームトップの4ゴール目を挙げました。まあ、この辺でブロックをし合う中で最後少し、田中陸選手ですかね、ついてたところで前に入られて、ゴール前山口は一番ニアに浮田、さらにはその後ろ真鍋、伊織、ヘディングシュート、ゴール決まった。最後はヘナンのヘディング、山口追いつきました。58分、おたけびを上げたヘナン、今シーズン2ゴール目。後ろから飛び込んだということで、でもここの真鍋選手最初高かったですよね。そうですね、真鍋がヘディングで落として足で決めたヘナンですね、はい、村田の位置にボールが収まる。村田和也、村田が持ってボールが中央へ、高尾貴博、さらに左、浮田健生、田中パウロ純一のクロス、ゴール前ヘディング、イウリのヘディングは村山が抑えました。いや、いい形作りましたね。これキーパーですかね、最後ディフェンスに当たったんじゃないですかね。ディフェンスですね。この時間帯松本はさあ裏に抜け出していったか、シュート、いやーこれわずかに外れた。同じ坂野豊文、いい関係性作りましたけどね、前線で2対2になって、どうなんですかね、山口の中の枚数っていうのがね、もう少しかけてもいい気がしますけどね。これだと直接なのかなっていう、はい、それが振りなのかどうかっていうところもありますけどね。池上が入れていった、ファーサイド、ヘナー、93分、山口ヘナン今日2点目、2点目は貴重な貴重な勝ち越しゴール。さあ山口に6試合ぶりの勝利をもたらすか。相手ディフェンスが飛ぶ前に自分が飛んでヘディングをするポジションを確保して、執念で入れたゴールですかね。逆に当たりすぎなかったのが良かったですかね。服部をめがけたボール、ゴール前どうだ、決まった。
深川幸輝今日2点目、取られたら取り返す、松本同点に追いついた。いや、目測失って、まあ、狙ってるんですかね、どうですかね、ボールを当てることには集中してたと思いますけれども、後ろ向きながらだったので、まあ、でもこの辺の当て感は服部選手らしいのかなという。試合の残り時間はわずかです。このわずかな時間で何かゴールが生まれるか。壮絶でした。2対2、山口と松本の試合はドローに終わりました。